はい、皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にあります平田ドラム教室、ドラム講師の武藤です。はい、今日はね、音源のちょっと紹介というか遊びをしていこうと思います。はい、普段ね、まあ皆さん生ドラムでレッスンやってるんですが、電子ドラムならではの機能をちょっと紹介しようと思います。まあ普通ね、全部シンバルはシンバルの音で、太鼓は太鼓の音とかすると思うんですが、電子ドラムの、これね、音源がローランドの、TD8 っていう音源モジュールなんですが、それの19番スキャットっていう音源が入ってるので、ちょっとそれをね、叩いてみようと思います。こんな感じです。はい、こんな感じで結構声が入ってたりとかね、まあちょっとリズムパターン叩くと違う感じかなと思うんですけど、まあいろいろ試しに遊んでみるのもいいと思います。以上、電子ドラム音源の紹介でした。